はい、こんにちは。パーカッション高見です。ゼロから始めるパーカッションシェイカー編。このシリーズは完全初心者の方のためのパーカッションレッスン動画となっております。で、今回はですね、シェイカーのアクセントについての解説をしていきます。アクセントとは何かというと、音楽の中、音の中で相対的に目立つ音、強調する音のことです。で相対的にというのがミソで、他の音と比較して、比べて目立つ音っていうことですね。で、早速なんですけれども、 アクセントを全くつけないシェイカーの演奏っていうのを聴いていただきたいと思います。こんな感じです。はい。ええ、なんでしょう。子供がですね、わーってやったりとか、あるいはですね、酔っ払った大人がカラオケでイエーイってやるような感じの演奏ですね。で、これに対してアクセントをつけた演奏っていうのを聴いていただきたいと思います。こんな感じです。 はい。いかがでしょうか違いわかりますでしょうかはい。アクセントをつけることによって音に抑揚をつけることができるんですね。でこうすることによってシェイカーの出すリズムがより立体的に音楽的に聞こえるようになります。あとはこの出すリズムのスピード感のコントロールだったり、アクセントをつける位置をですね、いろいろ変えることによってリズムのバリエーション、パターンっていうのをいろいろ作り出すことができます。つまりですね、いい感じに シェイカーを演奏することができますので、この動画でアクセントの付け方っていうのを習得していただきたいと思います。はい。前回の動画を見ていただいた方には軽くおさらいになるんですけれども、シェイカーにおけるアクセントとは当てる音のことです。こんな感じです。このシェイカーのボディに対して中の粒々をですね、当てる。ことによって、チャッチャッチャッと。 ちょっと歯切れのいい音を出すことができます。これがシェイカーにおけるアクセントです。反対にアクセントをつけない音をノンアクセントと言うんですけれども、それはですね、擦る音のことです。はい。このシェイカーの底の部分をですね、中の粒々が移動する、擦ることによって出す音。これがノンアクセント、アクセントつけない音です。 で、このアクセントとノンアクセントを組み合わせることによっていろいろなリズムを作り出すということです。ではまず準備運動として、シェーカーは持たずに、シェーカー演奏に必要な体の動きができるかどうかというのを確認してみましょう。はい。で、体はですね、楽にしていただいて、シェーカーを振りたい方の腕でガッツポーズをしてみてください。 頑張るぞいってやつですね。で、あんまりこう力を入れる必要はないので、よっしゃと。まあ、軽くガッツポーズ。こんな感じでしてみてください。で、このまま手のひらは開きます。こういう感じ。で、この手のひらを使って自分の顔を仰ぐように、パタパタパタと前後に動かしてみてください。はい、こんな感じですね。 パタパタパタと。まずこの動きができるかどうかっていうのを確認してみてください。はい、できましたでしょうか。え、この時ですね、基本的に動かすのは、えっと、この肘の関節だけです。この肩から肘にかけて、上腕をこう動かしたりしませんし、手首もですね、シェイカーを振るときは、基本的には、 こう、曲げません。ので、手首も楽に固定して、肩から肘にかけて、上腕も固定していただいて、動かすのはこの肘の関節だけ。ここですね。これでパタパタパタと、動かせるかどうかというのを見てみてください。はい、この動きができましたら、今度これに、フォーカウント、カウントをつけていきます。 one, two, three, four, one, two, three, four. という感じです。自分に対してこの手のひらを遠ざけるときに one、近づけるときに two、また遠ざけるときに three。で、最後また近づけるときに four ですね。one, two, three, four, one, two, three, four。で、遠ざけるときと近づけるときの この手のひらの移動の距離を毎回なるべく一定に保つように意識して、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーと動かしてみてください。はい、では続いて、もう片方、空いてる方の手をですね、この手のひらの少し前、だいたい拳一個分ぐらいの距離に構えてみてください。こんな感じ。 で、この反対の手に対して、こう手の甲を当てていくんですけれども、まずはですね、ワン、ツー、スリー、フォーのワンだけを当てる。で、ツー、スリー、フォーは当てないという動きをやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン。 1だけ当てる。で、2、3、4は空振りですね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3。で、この動きに慣れましたらですね、もうこのままシェイカーを持てばいいんですね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。1の時だけ当てて、 f 2 3 4は空振り。1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4. 慣れてきたら反対の手を離しましょう。1,2,3,4, せーの。1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4, ここに反対の手があるイメージで、そこに1の時だけ当てるイメージで振ってみましょう。はい。これが1にアクセントをつけた振り方になります。 で、よくない演奏例、失敗例としてはですね、この1にアクセントをつけようとするあまり、こうもう力いっぱい、目いっぱいワイルドに振ってしまうっていう感じです。もうこんなちまうとですね、リズムも安定しないし、体がめちゃくちゃ疲れます。ので、あくまで動かすのは、この肘の関節部分だけ。ここをパタパタと動かしてアクセントをつける位置だけ、ここに、 手のひらがあるとイメージして、1234、1234、1234、1234、1 2 u 4もうこの動きだけでいいと。1234、1234、1 2 u 4もう軽く軽くで大丈夫なんですね。であとは、このシェイカーのボディ筒がですね、毎回、こう左右に 触れてしまうと、これまた中のつぶつぶが全然安定しないでリズムになりません。ので、このシェーカーの状態、水平が一定に保てないという場合はですね、前回上げました動画で基本の持ち方、安定する持ち方というのを解説していますので、それを確認してみてください。はい、では同じ要領で今度は3にアクセントをつけていきましょう。またシェーカーは置いていただいてですね、 で、さっきと同じように構えて、one, two, three, four。スリーの時だけ当てる。で、one, two, four は空振りですね。one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four. で、この動きに慣れてきましたら、また、シェーカーを持って、one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four. スリーの時だけ当てる。 1>, 1, 2, 4は空振り。1, 2, 3, 4, 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 1, 2, 3, 4. で、反対の手を離します。1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.1, 2, 3, 4, 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 これが3のアクセントになります。はい。では今度は2にアクセントをつけていきましょう。ここからちょっと難しくなってきます。なぜかというと、1、2、3、4、1、2、3、4。2と4。偶数の時は自分に近づける手の動きになるからですね。で、今回は反対の手を自分の顔の前に、こういう風に構えて、1、2、3、4、1、2、3、4と。2の時だけ当てる。 ワン、スリー、は空振り。ワン、3ー、スリー、4 1 2ワン、ツー、スリー、ワン、ー、スリー、で、近づける動きの時に、このタイミング、吐を感じるのが、ちょっと難しいと思いますので、なるべくですね、口で、ワン、3ー、スリー、4ワン、ー、スリー、と、カウントしながらやってみてください。ワン、3ー、スリー、ワン、ー、スリー。 で、慣れたらシェイカーを持ちまして、ワン、ツー、ディ、ーフォー、ワン、ツー、ディ、ーフォー、ワン、ツー、ディ、ーフォー。ツーだけ当てます。ワン、ツー、ディ、ーフォー、ワン、ツー、ディ、ーフォー、ワン、ツー、ディ、ーフォー。で、反対の手を離す。ワン、ツー、ディ、ーフォー、ワン、ツー、ディ、フォー、ワン、ツー、ディ、フォー。自分の顔に当てないように注意しましょう。 はい。いかがでしょうかおそらくですね、1とか3に比べて、2、こう自分の側に引き寄せる時にアクセントをつける方が難しいと思います。ので、ぜひじっくり時間をかけて練習してみてください。で、同じ要領でですね、今度は4、1、2、3、4、1、2、3、4、4のタイミングでアクセントをつけるという練習もしてみてください。はい。というわけで今回のレッスンは以上になります。お疲れ様でした。まとめると、まずはシェイカーを持たずにですね、 体の動き、腕の動きから確認すると良いと思います。具体的には肘の関節だけですね、動かすのは。ここを動かしてパタパタパタと腕を振ります。で、アクセントをつけたいタイミングの時に反対の手を構えて、ワン、ツー、スイー、フォー、ワン、ツー、スイフォーと、こう当てるようにすると。で、この動きを覚えたら、このままシェイカーを持てばいいですね。ワン、ツー、スイフォー、ワン。 でアクセントが付けられますで次回以降ですねこのアクセントの位置をいろいろ変えたり組み合わせることによっていろんなリズムバリエーションっていうのを作っていきたいと思いますのでこの1,2,3,4好きなタイミングでアクセントが入れられるように練習してみてくださいはいこんな感じでこのチャンネルはパーカッションに関する情報発信やレッスンなどを行っていますのでぜひチャンネル登録高評価シェアなどよろしくお願いしますそれではまた次の動画で会いましょうバイバイ